1日に発生いたしました能登半島地震に際し、被災された方々にお見舞い申し上げます。今なお厳しい状況の中で生活されていることと思いますが、本日は復興応援コンサートといたしまして、私たち呉音楽隊の映像をお届けいたします。指揮は呉音楽隊長三等海佐新藤智樹、そして私はご案内役を務めます海士長江口伊代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。現在 NHK 連続テレビ小説ブギウギでも話題を呼んでいる東京ブギウギです。ドラマをご覧になっている方もいらっしゃいますでしょうか。戦後の復興を願い作られ、日本を明るく照らしたこの曲、テレビ CM にも使用されており、一度は耳にしたことがあるかもしれません。それでは昭和の時代へ大薬、懐かしさあふれる賑やかなサウンドをお楽しみください。東京ブギウギ。
高い音は華やかできらびやかな音を出すことができます。本日登場しているのは1種類ですが、これ以外にも大小さまざまな10種類以上ものクラリネットがあり、一番小さな楽器は25センチほど、一番大きな楽器はなんと2メートルを超えるみたいです。クラリネット奏者曰く、それら全てを吹きこなすのは至難の業だそうです。そんなクラリネットで次にお送りするのは、クラリネット奏者のアンティ・ギスランのために作曲されたギスランドリーです。明るく軽快な曲調から、きっとギスランは陽気ではつらつとした人物だったんだなぁと思わせてくれる一曲です。それではクラリネットの音色を存分にお楽しみください。ギスランドリまずはそれぞれのセクションがありなす
唱、キラキラ星演奏曲。
続いて、ハは右手を横、左手を下。これでカタカナ、ハの1画目。そして、左手を斜め上、右手を斜め下。これでカタカナ、カの完成です。最後、ルーはまたまた出ました、斜め。これでカタカナ、ルーの一画目を表しています。続いて、右手を上、左手を横。これでカタカナ、ルーの完成です。さあ、なんとなくイメージできましたかね。それでは皆さんも一緒に次はやっていきましょう。隊員が分かりやすいように後ろを向きますので、皆さんは後ろを向いた隊員と同じ方向に手を動かしてみてください。前後左右で手がぶつからないように注意してくださいね。私の3、はいの合図の後で動き出してください。それではいきますよ。1、2の3、はい、キラ、いきます。3、はい、ラ、キ、いきます。3、はい、キラ、いきますよ。3、はい、キ、光るのキ、3、はい、カ、3、はい、ル、3、はい。ありがとうございます。日が出てて暖かいですけど、体育館の中寒いんで、皆さん動かして温まっててくださいね。それではもう一回練習いきましょう。いきますよ。1、2の3、はい、キ、ラ、3、はい、キ、3、はい、ラ、3、はい、光るの日、3、はい、か、3、はい、る、3、はい。ありがとうございます。なんかいいでございますか。じゃあ続いてちょっとレベルアップして動きを速くしていきますので、皆さんついてきてくださいね。それではいきますよ。1、2の3、はい、三、はい、ラ、三、はい、キ、三、はい、ラ、三、はい、キ、三、はい、カ、三、はい、ル。あ、ちょっと脱力してる人がいらっしゃいますけど、大丈夫ですか。ちょっとテンポを落としましょうか。ちょっとゆっくりできますか。はい、これぐらいでいってみましょうかね。そうですかね。いきますよ。1、2の3、はい、キ、3、はい、ラ、3、はい、キ、3、はい、ラ、3、はい、キ、3、はい、ハ、3、はい、ル。ありがとうございます。これくらいだったらいけそうですかね。次はで、今度は皆さんお休みをして、前に出ている隊員のお手本をじっくり見てみてください。それではいいですか。はい、いきますよ。1、2、3、3、はい、キ、ラ、キ、ラ、キ、カ、ル。短くなったんで考える時間少なくなりますけど、皆さんついてきてくださいね。それでは行きましょう。皆さんも一緒にご協力お願いします。いきますよ。1、2、3、3、はい、キ、はい、ラ、はい、キ、はい、ラ、加えて一緒にやっていきましょう。
ではいきますよ。準備はよろしいですか。1、2、3、3、はい、キン、ラ、キン、ラ、ヒ、カ、ル。ありがとうございます。皆さんいい感じで揃ってきてますね。バッチリです、バッチリです。じゃあ次が最後に、最後の挑戦にしましょうか。え、皆さん上手にできてますんで、最後一発集中して決めていきましょう。それではいきます。1、2、3、3、はい、キン、ラ、キン、ラ、ヒ、カ、ル。ありがとうございました。ここからは私たちから皆さんへ手旗信号でメッセージを送ります。ぜひ読み取りにチャレンジしてみてください。
して、私たちクレオン学会が活動の拠点としている広島県呉市は、明治時代以降、東洋一の軍港として栄え、戦艦大和のふるさととして知られています。大和と聞くと、松本零士さんの代表作である宇宙戦艦大和を思い浮かべた方もいらっしゃいますでしょうか。危ないよ。さらに松本零士さんの代表作といえば銀河鉄道999もありますよね。この2つの作品、作者以外にも実は共通点がありまして、なんとテーマ曲が2つとも駅の発車メロディーとして使用されているんです。宇宙戦艦ヤマトはもちろん呉駅、そして銀河鉄道999は山陽新幹線の新神戸と広島を含む5つの駅で流れています。いつか広島方面を訪れる際はぜひ呉にも足を運んで発車メロディーに耳を傾けてみてくださいね。このようにさまざまな形でたくさんの人の心の中に刻まれ続ける曲をメドレーでお送りいたしましょう。それではどうぞ。Thank you.
します。リリースされてから約30年を経てもなお、さまざまなシチュエーションで人気を集めているこの曲。縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを眺めるかもしれない。まるで糸が人かのように例えられたこの歌詞にあるように、人と人との出会いが私たちの心を温め、ほぐしてくれる時がありますよね。一つ一つの出会いに感謝して日々を過ごしていきたいものです。それではこの会場にいらっしゃる皆様に幸せが訪れますように、愛の歌声とともにお送りいたします。どうぞ。ドランペット奏者ジジー・ガレスピーの代表作「マンテカ」をお送りいたしました。
彼の演奏スタイルは個性的で、ベルが上に突き出たトランペットをほっぺたいっぱいに膨らませ、高らかなトーンで豪快かつテクニカルに吹きこなすというものなのです。そのスタイルはラテンジャズの発展にも大いに貢献したと言われています。それではラテンの歯切れのいいリズムとパワーあふれるアドリブソネットをご注目ください。マンテナ。Thank you.
生を願う復興の歌として、そしてまた鎮魂と希望を込めた心の歌として長年親しまれてきた幸せ運べるようにです。それではどうぞ。Thank you.
か大変狭くなっているため、足元にも気をつけてお帰りください。最後までお聞きいただきありがとうございました。